はい、淡々です。ケニー買い付けですね、やってきましたということで、こちらがコンサートサイズのスタンダードゴールド、管理番号が 3-3 の、コンサートグレードです。ちょっと弾きましょう。出るよりもなんかこうボディのなんていうんだろうな、無垢な箱っぽい音がすごくする音ですね。あのギラギラ系が嫌いな方にはとってもいいかもしれない。やっぱね、いろいろ、合う合わないもあると思うんですけど、これあくまで個人的な、意見として、まあ、1、弾いた方の意見ということで、聞いていただければいいと思うんですけど、やっぱね、そういう、個体個体の個性があるので、動画を撮っているわけでございます。というわけで、こちらですね、下の方がこう、マットな感じ。まあ、艶はちゃんとあるんですけど、コアの木目が珍しく、真っ平らな感じなんですね。でも横目には入ってるんですけど、で、上に行くに従って、すごいトラメが入ってるという、変わった一本、こう。で、色が、発色がすごくこう、淡い感じの色が、特徴。こういうの好きな人いますよね。で、こんな感じで、サイドは、トラメがこう横に入って、こっちもそう。そして、バックが非常にいいですね。同じ機使ってますから、こういう感じになって、角度によって多分見え方変わると思うんですけど、非常に、素晴らしい、これまたちょっと変わった特徴の、ハワイアンコアのパーツじゃない、場所を使っている、ウクレレだなと思います。音はね、そのコロコロ感とか、その、ツヤツヤ感というよりもコロコロして、ハワイアンコアらしい、サウンドが好きな方に向いている一歩でございます。で、まあ、ナットサドルとかもね、これコアで作ってるんですけど、まあ、この辺も、
ちょっとこうそういったコロコロ感が強い、特徴が出る、一つのポイントかなと思います。張りを出したかったら牛骨にチェンジする人とかもいたりします。で、まあ、作り蹴りどうっていう感じなんですけど、そんなに最高級にド綺麗な感じではないです。検品した時のこうスクラッチ傷とかやっぱあるんですよね。引いてこう多分ガシャガシャって引いたのかな、こう深くないんですけどあったりするんですけど、まあそういう部分も含めてですね、演奏上に問題なければいいなと思って、うちも全部再調整をさらにしてですね、販売するので、その辺は安心をして、ご検討いただければと思いますので、ケリーの、モデルは半年に1回ぐらいしか入らない希少品なので、その中でも選び抜いた、選定品ということでね、興味のある方はぜひお問い合わせください。各1本ずつしか木目もないので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。タンタンでした。バイバイ。